と学ばせて、全部のシチュエーションシミュレーション、シチュエーションシミュレーションして、有限予想、矢川先生、お願いします。参加インターナショナル、東大の F5 矢川先生、東洋大学のメーターということで、LED フォールアウトスポットライトということで、力強いなんとかありましたね。前山仁さんが出てましたね、あの、ZIP じゃなかった。なんか、なんとかっていうの、ZIP じゃなくて、なんとか、ZAP に出てました、ZAP に。あの、神田なんとかさん、アイカスとかな、神田さんと、学習の数学科なんですよね、数学科。武田の隣の学習の数学、学習の人が亡くなったそうです。登山です。男女が亡くなってた。ドラマチックですね。男、女を捨て、女を守って死んだという。かわいそうだね、ということですね。ドラマチックですね。4年生が1年生として死んだという。大学。これは、佳子さまの罰なんですよ。推薦で、ICU に入った佳子様の罰なのかもしれません。クリス・松村さんの罰かも。いや、わかりませんけど、わかりませんね。秋篠宮様のご乱行の罰かもしれない。秋篠宮さん、ご乱行、ご乱行だよ。なんか学生時代はブイブイ忘れてたってよく聞きますけどね、秋篠宮さん。紀子様の付き合う前になんか女子学生でブイブイ忘れてたって聞きますよ、よく。噂で学習院は。でも、それは僕は知ってますよ。あまりにも恵まれている自分が、汚すためにブイブイ言わせてたことを僕は知ってます。秋篠宮さんは実は苦しいんですよね、ああいう恵まれすぎた環境が。だから女子学生と遊んでいたらしいっていう噂ですけど、女子学生をナンパしてやっちまったみたいな話をよく聞きますけどね、学習院で。しかしあれは犯行だったと、小さな犯行だったことを僕は知ってます。僕も似たようなことを近く思い出す。あまりにも恵まれすぎた上に遊んで AV ばっかり見ていた私という、目白この辺秋篠宮様は噂、まだ噂されてるんですかね、学習院ありますけど、翔野君が言ってます、翔野君が言ってます、私に聞きましたけど、同級生の翔野君、学習院が法制に立て、あらへなんですけど、僕、不能君っていうのを言ったんです、不能君っていうと、人が、理学部に推薦に行ったんですよね。僕、不能君と柔道が同じ、不能君と1年間ずっと柔道の授業で一緒だったんで、不能君とずっと柔道してましたけど、不能君、人柄がいいですね。柔道部でちょっと強かったです。ちょっと学習院で推薦に入っちゃいましたね、藤吉君もですけど、人柄がいい人が入りました。藤吉君も僕、仲良かったですから、ね、物理の授業ずっと藤吉君の話してましたよ。理学部に行って光の研究をしていたということですね。蛍光の研究をしていた。あれは僕のあれがあったんでしょうかね、影響が。ずっと僕、学習院の隣に住んでましたから、武田に住んでました。藤吉君が学習院にいるときも、やはり僕のことを考えていたかもしれません。考えてくれていたかもしれません。わかりませんが、藤吉君はその神奈川科学技術アカデミーで光触媒の藤島先生のもとで何か研究していたんですけど、今何をしているかわかりません。今はどっかの企業にいるのか、もう全然名前、ネットで見ても
乗ってないですか、どうなったんでしょうか、わかりません。緊急者声明はどうなったんでしょうかね。難しいですからね、研究者は一回一回予算を取って、一回一回なんか駆け引きかなんかもらわないと、そういう生活もいいですけどね、僕はそういうのが耐えられなくて、自分で生きる道を選んだって。まあでも半分は捨ててるんですけどね、もう人生ご存知でしょうが、人生を半分捨ててるんです。もうこれで失敗したらもう僕はホテルの清掃員でもなりますよ、もうホテルの、ホテルの清掃員になった、マンションの管理人みたいなのになります。タクシーの運転手さんあるかもしれませんね、免許を取ってタクシーの運転手になるのもあるかもしれません。バカにしてますね、タクシーの運転手。でも創業に失敗した、どうしましょう。マックで働くにはもう年が行き過ぎたんです。すでに失敗してて、かわいそうですね。なんか、あの人が、真山さんが、小説家の真山仁さんが、小説家になるため、新聞記者に入ってってますけど、新聞記者で9年やって、40ぐらいから、40ぐらいです、30やったって、ハゲタカで出る。ハゲタカ、企業賠償の、のこと知らない。 NHK ドラマやってます。僕小説家になろうと思ったことが一度もないというのに、当時本読んでなかった。ラジコンばっかり作ってたから、機械ばっかり、車の開発したいと思ってました。しかし車よりなんかパソコンの方に来てしまいました。消費電力の夢はありました。これはもう消費電力スイッチみたい。今からどうなるか分かりません。今僕はこうしてるのですが予測できませんでしたからね、10年前将来のことは予測できないということです。何かすごい発明するかもしれない。それから分からドッグフード浸透スイッチやります。テレビに呼ばれませんでしょうかね。テレビのテレビ局に行くっていうのがあんまり苦手なんですね。なぜならスポンサーだから。スポンサーの僕感覚しかないんです、テレビ局の。毎日毎日流れている武田のスポンサー、もういくら払ってるかを想像してくださいね。もう毎日毎日武田の CM が何十年、テレビ創設60年、毎日毎日武田の CM が流れてます。あのイメージしかない。金取られるっていうイメージしかないんです、テレビとか。テレビに出て金をもらおうなんてこと、なんか金取られてるっていうイメージしかないです。嫌ですけど、うん、呼んでほしいです。僕に返してほしいです。テレビ働いた分を返してほしいです。あれ、目標の遺伝子というんです。東大の CM してないですか、全く。ま、独立行政法人だからしてもいいですけど、最近は九州大学の専門家として社会人入学ってめちゃめちゃ高いんですよ、スポンサー料って。1回50万円、15秒50万円 CM するし、新聞の全面広告も5000万ぐらいしますし、めちゃめちゃ高いんですよ、会社の宣伝費っていうのは。1年に何千、何千億でしょう。そうですね、わかりますね。テレビが一番高いです。ということでございます。であるからゆえにテレビにあんまり出なくなったで、わかりません。一体いくら出してるかわかりません。枕内をクローニングベッド、ちゃんと読んでこれを検討しないとです。フリートークばっかりしてて、クローニングベッド
開発したいんです。一つで、まずは一つでいいから製品を作る。どうしよう。